ゼメロとは、前縁で、ベロベロに酔えるお店、作家の中島ラモスと編集者の小堀淳氏が共著した著書、ゼメロ探偵が行くで、使い始めたのが最初と言われています。だけど、最近物価がどんどん高くなってきたのに、そんなお店が生き残っていけるの？しかも東京は賃料も高いから、絶滅しちゃうかも。どのお店がゼメロなのだ？まずは、探してみましょう。こんにちは、カニタンです。ここは、東京楽天地浅草ビルのユニクロの前の広場です。最初のお店は、雷門通りのお店。ビールを飲みながら、お肉が食べたいのだ。そんな時はこちら、モンブラン。ビールセットが、税込み1265円。1000円を超えているのだ。でも内容を知ったら、きっとめっちゃ安感じるよ。どれどれ、おつまみがたくさんあるけど、ここから2品選ぶんだね。スペシャルプレートが2343円だから、ビールセットはかなりサービスしてくれているんだね。待ち時間5分くらいで呼ばれたよ。メニューは、ビールセットは、ビール1杯におつまみ2品。ミニトンカツ、イカ、小エビ、鶏肉、ポテトの揚げ物。チーズコロッケ、枝豆、ミニサーロインステーキ、エビの塩焼き。ニンニクの芽が野菜だから良さそう。アンコウやアサリ、ムール貝などもあって、グルメ心がくすぐられる。アボカドや蒸し鶏はヘルシーですね。サーロインサラダや牛ロースの生姜焼きが気になる。牛肉 100% のハンバーグはこんなにソースの種類があって1320円。ハンバーグ1個だけでビールセットの価格を上回るのか。それとこんなのもあるよ。食べ放題、飲み放題なのだ。土日祝日の食べ放題飲み放題は税込み6758円です。生ビールが来た。それでは乾杯。エビとニンニクの芽のソテーが来たので野菜を先に食べることができたよ。血糖値対策完了。今回ハンバーグとサラダセットも注文したのでセットのサラダも先に来ました。ちなみにお隣のグループは食べ放題飲み放題を注文されていましたがコスパが良いと感じましたよ。牛ロースの生姜焼きが来た。ミニサーロインステーキも来た。すごい本格的なステーキです。おつまみとは思えません。柔らかくてとても美味しいお肉です。サーロインサラダが来た。コチュジャンの味がします。これもビールに合いますね。こちらはヨッシービュー。サラダをもりもり食べましょう。はやっ。ご飯も到着しましたよ。オランダ風ハンバーグが来た。ジュージュー言ってる。では半分に切ってみましょう。中心がレアっぽいね。牛肉 100% でも焼いた方が安全だよ。そうなんだね。チーズソースなのにご飯とよく合う味でしたよ。リピート確定だな。今回の会計額はハンバーグとサラダセットも頼んだので2人で4565円でした。ごちそうさまでした。ところでゼメロマップを見るとほとんど全部が立ち飲みのお店だよ。そうなんです。だけど今日紹介するのは足と心臓が今一つのカニタンがゆっくり座れてとってもリラックスできるお店で3軒もあるんだよ。それじゃあ張り切って次行ってみよう。やったー。先ほどよりも西の雷門通りの南側夕食時に伺いました。
右下に元祖チンチロリンハイボールの文字があります。鳥椿入店、こんばんは、なのだ。メニューは、このお店が発祥のチンチロリンハイボールは、サイコロを2つ振ってゾロ目ならハイボールの代金が無料、偶数なら半額に割引、奇数なら代金が2倍になる代わりに量も2倍以上が入るメガジョッキでハイボールが提供されるとのこと。もう一つ、ホッピーが好きな人に嬉しいのが、この金宮焼酎が自分で好きな量を入れられること。これも社長さんのアイデアなんだってね。そうそう、北野社長が俺が近所に欲しい店という視点から考えてきたそうです。フードメニューはおすすめが赤い字で書いてあるので分かりやすい。鶏の料理がいろんな調理法で食べられるんだね。揚げ物は何といってもチューリップ唐揚げ。中高年世代にとっては懐かしい唐揚げだね。それと嬉しいことにおつまみは100円から。野菜も一通り揃っているね。グルメな人にも嬉しいラインナップ。キャベツが来た。では乾杯。カラカラー。お皿にはマヨネーズと辛味噌がついています。結構辛めのお味噌です。名物鶏焼きが来た。ジュージュー言ってる。これには辛味噌と柚子胡椒がついています。熱々に両方つけて食べちゃおうっと。水餃子が来た。これは本日のおすすめのメニューボードから選びました。辛味噌の味に白ネギがすごく合っているよ。オニオンスライスと山芋の千切りが来た。玉ねぎの健康効果ってすごいから無視できないんだよね。硫化アリルは加熱すると甘味成分に変わってしまうため、血液をサラサラにする効果のために生で食べた方が良いと言われます。じゃあ山芋は？山芋はぬめり成分が胃を保護するだけでなく、胃の炎症を鎮めるサポニンも含まれているよ。お酒のお供にぴったりだね。チューリップ唐揚げが来た。私は幼い頃に食べたことがありましたが、ものすごく久しぶりです。ものすごくというくらい昔なんだね。え、うん、まあそうだね。年齢は言いたくないようだな。うん、これこれ、皮がカリッとして出来たてだし美味しいね。味変で味噌につけてもいいし、お醤油やソースもあるよ。レバ焼きが来た。ホクホクして美味しい鉄分補給だね。そして締めに頼んだ料理はこれ、茶が麺。茶が麺？焼酎泥亀とお茶の葉を練り込んだ小麦の麺とのこと。 SNS の口コミから広がった商品なんだって。つるつるっと喉越しが良い。味はどうなのだ？焼酎のアルコールは消えていて、香りと旨味が残っているよ。お茶の味は茶そばほど強くはない。美味しかった。いいね。別の日、チンチロリンハイボールをしたくてまた来ちゃいました。早速リピートしたのね。じゃあサイコロ投げるよ。あれれ、赤いサイコロが茶碗の外に。と考える間もなく、ヨッシーが勝手に茶碗に放り込んだ。マジか。しかもどちらも2のゾロ目になった。マジか。
ージもびっくりの強引な展開。私はポッピーセットにしたよ。金宮焼酎が好きなだけ告げる。つくな。ポッピーを注ぐと泡が出てビールみたいな感じになるんだね。薄すぎてカラカラさんに失礼だぞ。もずくとハムカツと煮込み大根が来た。超分厚いハムカツもこの店の名物だね。揚げ出し豆腐も来ました。大根も柔らかくて味が染みてたよ。ところで100円おつまみのパリピーが気になったので注文してみたよ。パーティー好きの若者が飛び出しそうな名前だね。実際はこれ、歯ごたえがパリッとしたピーマンでした。私はパリッとしたピーナッツが来るのかなと思っていましたが不正解。営業時間は12時から22時木曜日定休です。3番目のお店行ってみよう。浅草のドンキホーテの近く。お店の名は全品300円屋。ちなみにこの行列は隣の蕎麦屋。階段を上って入店。こんにちは、なのだ。メニューはお酒類は税込み385円から、料理は中華で税込み363円から。本格的なメニューだし品数がめっちゃ多いね。お肉も海鮮もある。和食のおつまみもあるよ。焼き鳥も気になる。ノンアルコールビールもあるから助かる。麻婆豆腐が来た。テーブルが怪しいピンク色に光っているのだ。ザ・布団の赤い色が反射しているんだよ。ムードたっぷりだね。いやいや、店内には競馬中継のテレビの音が響き渡っているよ。競馬というエンターテインメントも揃っているんだね。担々麺が来た。担々麺も美味しいけど麻婆豆腐はリピートしたいくらい美味しかったよ。焼き鳥が来た。しょっぱいから注文しない方が良い。三種海鮮炒めが来た。シーフードがたくさん入って旨味がしっかりしていたよ。やった。実は味の濃いものが多いのでご飯が食べたくなったけど白いご飯はないとのこと。そこで良いものを見つけたよ。山芋なのだ。先ほどもご紹介したように胃を保護する成分や炎症を和らげる成分があります。後で振り返るとこのおかげで塩と唐辛子の刺激から胃をかなり守ることができました。五目チャーハンが来た。具が多くていろんな味がして美味しかったです。やった。店の名前と違って全体的に300円以上になってたけど、それでもコスパがすごいお店でした。最後にせっかく浅草に来たので花屋敷の入り口の近くのドムドムバーガーなのだ。丸ごとカニバーガーを買いました。トモ食いだ。爪が見えていますね。どれどれ、開けてみましょう。最近は日本でもソフトシェルクラブが食べれるようになったんだね。美味しかった。本日は浅草エリアのせんべろを探してみました。多分1000円ではちょいのみ、2000円でベロベロってところだったな。今後もせんべろ文化を守っていきたいと思いました。そうだね。こちらは浅草で一番安いラーメン屋レンバルさんです。本チャンネルではコスパや健康を意識した食べ歩きをしています。
少しずつ寒くなってきたので、次回は温泉に行ってきます。ぜひ、お楽しみに、チャンネル登録をしてお待ちください。